みなさん、こんにちは。アカリーズ Heart Read Aloud へようこそ。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. ここからは日本語を学ばれている方用のセクションです。Here comes a section for those of you studying Japanese. 英語を学ばれている方は、このエピソードの後半へ行ってください。If you're learning English, please go to the second half of this episode. 私はホストのあかりです。英語の文を朗読してくださるのは、私の友人であるアリスさんです。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ、わかりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも楽しんでいただければ幸いです。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. 前半は日本語を学ばれている方用。後半は英語を学ばれている方用となっております。In each episode, the first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も、最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか、答え合わせをしてみてください。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa, a paragraph at a time. This way, you can check how accurate your listening was. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在、Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードの最後には出てきた単語や慣用語の説明もあります。At the end of each episode,We will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、あかり translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akaritranslations.com それでは第5回のエピソードの始まりです。
いつもは携帯で文を書いていますが、今回は状態で書きました。携帯は this must で終わる文のことです。状態はだ、であるで終わる文のことです。数日前、母が電話をくれた。特に用事はないのだけどと言って、タイミングが良かったのでそのまま30分ほど話した。いろいろなことを話していくうちに、知らない人に話しかけるという話題になった。そして二人ともそれについては問題なくできるねと合意した。私は結構内向型で一人の時間が大好きだけれど、出かけた先で知らない人に話しかけることには躊躇しない方だ。それは母から譲り受けたものだろう。両親から、特に母からは、外見や社会的地位に惑わされずに、人々の良心を信じて出会っていくということを学んだ。私が4歳くらいだった時、いつも母と買い物をしていたスーパーで時々会うおじさんがいた。当時50代か60くらいの人で、顔に傷跡があり、ちょっとこわもてなおじさんだった。いつも一人だった。おじさんは挨拶をしてくれて、母は迷惑にも面倒にも思うふりを見せず、おじさんと会話をしていたけれど、おじさんが他の人と話しているところを見たことがなかった。おじさんは時々私にアイスクリームを買ってくれようとしたのだけど、母が丁寧にお断りをした。それでも年に1、2回は買ってもらった覚えがある。溶けないうちにとスーパーの外で食べる私を、おじさんは目を細めて嬉しそうに見ていたのを覚えている。私は高校生の時は摂食障害があったため、学校には卒業をするために必要な日数を確保するため、かろうじていくという状態であった。でも夜になるとダンスクラスを取るため、すがジャズダンススタジオには毎晩のように通っていた。踊っている時だけちゃんと息ができるような気がした。その頃、私たち家族は町の中心に位置するマンションに住んでいた。エンジニアの父が緊急の際にすぐ出社できるようにという理由から。そして町の中心地はピンク街の近くでもあった。ちなみに治安は良かったですよ。ダンススタジオには自転車で通っていた。家から数百メートル離れたところにピンク街の端に位置する少し高級感のあるお店があった。このお店は目がチカチカするようなネオンのサインがないという点では好印象だった。閉められたドアの前にはいつも誰かしらスーツ姿のお兄さんがお客様をお出迎えするために立っていた。3人くらいのお兄さんたちが日替わりでいたように覚えている。その店がどんな店であれ、そのお兄さんたちを無視する気になれず、通りかかるたびに会釈をしていた。するとお兄さんたちは顎をひょいっと上げてくれたり、片手を上げてくれたりした。そのお互いの存在を認知する作業は、やがて声を通しての挨拶になり、私がダンススタジオに行くときの、こんばんは、には、気をつけてな、に、帰ってきたときの、私の、おやすみなさい、には、おやすみ、
になっていった。一度も自転車を止めて話したことはなかったけれど、自転車のスピードが許す限りの最小限の情報を交換した。私がダンスのレッスンのために夜出ていくことをお兄さんたちは知ったし、夏はよさこい祭りの練習をしていることも知った。なのでお兄さんたちの挨拶は時々バリエーションに富むようになった。よさこい祭りの前日には明日頑張れよと言ってくれたし、いつもより遅く帰ってきた時はおお、無事帰ってきたなと言ってくれた。お互いの名前は知らなかったし、無理に知る必要はないと思った。そのお兄さんたちがどういう経過でその仕事をすることになったのかはわからないし、どうして挨拶してくれるのかもわからなかった。でも、食べ物と体重計で自分を拷問する孤独な日々の中、彼らは私の夜守りとして、冷たい心に一筋の光を投げかけてくれる存在だった。まるで、俺らはあんたの闇を見守りゆうで、とでも言うかのように。ある夜、母と一緒にその店の前を自転車で通りかかることがあった。店の前に来て、母と私は同時に、こんばんは、と言った。すると、そのお兄さんは私たちを見て、この母あって、この娘あり、とでも言わんばかりに笑っていた。私たちが親子だったって分かったのだろう。お母さんも挨拶しとったん。あかりも?と二人で笑った。と同時にお兄さんたちに挨拶をしていた母のことを誇らしく思った。それに昼間はその店の前には誰もいなくて、あのお兄さんたちは本当に存在するのかなと思うこともあったから、母もあの夜現れる人たちを知っていて嬉しくなった。これはほんの二つのエピソードだけど、他の方が見て見ぬふりするような方々を含め、知らない人たちと母が打ち解けていく様子を私はただ見て育ってきた。母からは人々の根底に流れるキラキラしているところを見つめて出会っていくことの大切さを学んだ。そしてこの世界は時には怖いところだけれど、それでもやっぱり美しくて、それを信じて参加するに値するところだということを教えてもらった。ここから日本語と英語が交互に続きます。Now you will hear Japanese followed by English. それでは第5回のエピソードの始まりです。いつもは形態で文を書いていますが、今回は状態で書きました。形態は this, must で終わる文のことです。状態はだ、であるで終わる文のことです。Now, let's get into the fifth episode.I usually write my blog entries in the keitai format, but this time I wrote it in jōtai. Keitai is a writing style that ends with desu or masu, which is polite and formal and used widely in professional settings. Jōtai is one that ends with da or de-aru,which is plainer and is often used to jot down your thoughts or feelings. 数日前、母が電話をくれた。特に用事はないのだけど、と言って。タイミングが良かったので、そのまま30分ほど話した。A few days ago, my mom gave me a call.
She said there was no particular reason for the call. I just wanted to say hi, she said. It was good timing. So we spoke for about half an hour. いろいろなことを話していくうちに、知らない人に話しかけるという話題になった。そして二人ともそれについては問題なくできるねと合意した。私は結構内向型で、一人の時間が大好きだけれど、出かけた先で知らない人に話しかけることには躊躇しない方だ。We talked about various subjects, and at one point, somehow we stumbled upon a topic, talking to strangers. We agreed that neither of us is afraid of talking to strangers, although I'm an introvert, and I love spending time alone. 両親から、特に母からは、外見や社会的地位に惑わされずに、人々の良心を信じて出会っていくということを学んだ。From my parents, especially my mother, I learned to trust people's goodness, regardless of their appearance or social status. 私が4歳くらいだったとき、いつも母と買い物をしていたスーパーで時々会うおじさんがいた。当時50代か60くらいの人で、顔に傷跡があり、ちょっとこわもてなおじさんだった。いつも一人だった。おじさんは挨拶をしてくれて、母は迷惑にも面倒にも思うふりを見せず、おじさんと会話をしていたけれど、おじさんが他の人と話しているところを見たことがなかった。おじさんは時々私にアイスクリームを買ってくれようとしたのだけど、母が丁寧にお断りをした。それでも年に1、2回は買ってもらった覚えがある。溶けないうちにとスーパーの外で食べる私を、おじさんは目を細めて嬉しそうに見ていたのを覚えている。When I was about 4 years old, I remember seeing a man with a noticeable scar on his face at the supermarket where my mom and I regularly shopped. We didn't see him every time, but we saw him sometimes. He was probably in his 50s or 60s at the time, and he was always by himself. He would say hi, and we would say hi back to him. I remember my mom carrying on casual conversations with him. I didn't see other people talking to him. Whenever he said hi to us, my mom didn't look bothered or scared. Sometimes he tried to buy me ice cream, and my mom often politely turned down the offer. But occasionally, I got the ice cream, and I remember thanking him and eating it in front of the store before it melted. I remember seeing his eyes were squinting, and he looked happy seeing me eat the ice cream. 私は高校生の時は摂食障害があったため、学校には卒業をするために必要な日数を確保するため、かろうじていくという状態であった。でも夜になるとダンスクラスを取るため、すがジャズダンススタジオには毎晩のように通っていた。踊っている時だけちゃんと息ができるような気がした。In high school, I had an eating disorder and crowd phobia, and I barely managed to go to school.But I was able to go to Suga Jazz Dance Studio to take dance classes every night. When I danced, I could breathe deeply. その頃、私たち家族は町の中心に位置するマンションに住んでいた。エンジニアの父が緊急の際にすぐ出社できるようにという理由から。そして町の中心地はピンク街の近くでもあった。ちなみに治安は良かったですよ。My family lived in an apartment then, located in the central part of the city. This was because my father was an engineer,
and needed to go to the office immediately during an emergency. Since it was in the middle of town, it happened to be in a red light district, but a safe area. ダンススタジオには自転車で通っていた。家から数百メートル離れたところにピンク街の端に位置する少し高級感のあるお店があった。このお店は目がチカチカするようなネオンのサインがないという点では好印象だった。閉められたドアの前にはいつも誰かしらスーツ姿のお兄さんがお客様をお出迎えするために立っていた。3人くらいのお兄さんたちが日替わりでいたように覚えている。I used to ride my bicycle to the dance studio. A few hundred yards from my house stood one of the high-end looking businesses on the edge of the red light district. I liked that this business didn't have any obnoxious, flickering neon signs. There was always a man in a suit standing in the front of a closed door to greet their guests. There were two or three men, and they took turns standing outside. その店がどんな店であれ、そのお兄さんたちを無視する気になれず、通りかかるたびに会釈をしていた。するとお兄さんたちは顎をひょいっと上げてくれたり、片手を上げてくれたりした。そのお互いの存在を認知する作業は、やがて声を通しての挨拶になり、私がダンススタジオに行くときの、こんばんはには、気をつけてなに、帰ってきたときの私のおやすみなさいには、おやすみになっていった。I knew what the shop was for, but I didn't want to ignore the doorman's presence. I gave them a quick bow whenever I passed by, and they lifted their chins toward me or raised their hands as if to say hi.Eventually, our nightly recognition turned into verbal greetings like good evening on the way to a class, and them responding, be careful, meaning of the traffic. When I came home, I said good night, and they replied good night. 夏はよさこい祭りの練習をしていることも知った。なので、お兄さんたちの挨拶は時々バリエーションに富むようになった。よさこい祭りの前日には、明日頑張れよと言ってくれたし、いつもより遅く帰ってきた時は、おお、無事帰ってきたなと言ってくれた。I never stopped to talk to them, but we exchanged the pleasantries that my bicycle speed allowed for.They eventually knew I was going to dance class and practicing for Yosakoi, an annual dance festival of my hometown in which the whole town dances. Sometimes their greetings had variations. Good luck tomorrow, for the night before the festival, or, oh good, you're back safely, when I came home later than usual, and so on. お互いの名前は知らなかったし、無理に知る必要はないと思った。そのお兄さんたちがどういう経過でその仕事をすることになったのかはわからないし、どうして挨拶してくれるのかもわからなかった。We didn't know each other's names. None of us tried to find out. I didn't know how they ended up doing that job or why they would take the time to greet me. でも、食べ物と体重計で自分を拷問する孤独な日々の中、彼らは私の夜守りとして冷たい心に一筋の光を投げかけてくれる存在だった。まるで、俺らはあんたの闇を見守りゆうで、とでも言うかのように。But in the lonely world of torturing myself with food and a scale,They became my night watchers and provided a ray of moonlight into my dark, cold heart, as if to say, We see you. ある夜、母と一緒にその店の前を自転車で通りかかることがあった。
店の前に来て、母と私は同時に、こんばんはと言った。すると、そのお兄さんは私たちを見て、この母あって、この娘あり、とでも言わんばかりに笑っていた。私たちが親子だったって分かったのだろう。One evening, my mom and I happened to go out together on our bicycles. When we passed in front of the business, we both greeted the doorman. He looked at us and laughed as if to say, Ah, you two are related. Makes sense. お母さんも挨拶しとったん。あかりも?と二人で笑った。と同時にお兄さんたちに挨拶をしていた母のことを誇らしく思った。My mom and I also looked at each other and said, You've been greeting them too? Then we laughed. At the same time, I was impressed by my mom once again for being their regular greeter. それに、昼間はその店の前には誰もいなくて、あのお兄さんたちは本当に存在するのかなと思うこともあったから、母もあの夜現れる人たちを知っていて嬉しくなった。Also, no one was standing there during the daytime, so sometimes I wondered if they really existed. I was happy to know that my mom knew of these souls that appeared nightly too. これはほんの二つのエピソードだけど、他の方が見て見ぬふりするような方々を含め、知らない人たちと母が打ち解けていく様子を私はただ見て育ってきた。These are only two examples, but I have many more episodes of my mother making friends with strangers, including outsiders, with whom other people did not seem to want to be associated. 母からは人々の根底に流れるキラキラしているところを見つめて出会っていくことの大切さを学んだ。From my mother, I learned to look into the luminous place flowing deeply within each of us and to meet people in that place. そしてこの世界は時には怖いところだけれど、それでもやっぱり美しくて、それを信じて参加するに値するところだということを教えてもらった。Also from my mother, I learned that the world can be a scary place sometimes, but it's worth believing in and showing up. 今回の日本語レッスン、会釈する。会釈にはいろいろな意味があります。一つはこのエピソードでも使われていたように挨拶をするときに使われます。頭を少し下げますがお辞儀ほど深く下げません。相手に今ゆっくり話せないけどあなたの存在を認識したことは伝えたいというときに使います。お辞儀をするほどの改まった機会ではなく、例えば、廊下ですれ違うときなどにします。その他に、会釈には、こんがらがった内容を意味が通じるようにするという意味もあります。また、事情を説明したり、相手の必要とすることを考えて、心配りをしたりという意味もあります。会釈する has several meanings.In this episode, it was used to greet someone. You slightly bow, almost like nodding, not as deeply as a real bow. You can do so to let the other person know there's not sufficient time to talk to you right now, but I recognize your existence. We often do 会釈 when we pass by someone in a hallway.Also, 会釈する means to explain a situation or to estimate what the other person may need or want and take it into consideration. 2. 値する。これは話している対象のものが
空欄に入るものと同じくらいの価値があるという意味です。値という漢字は英語では value です。なので英語では it's worth 何々という意味になります。例えばそのレストランは行くに値すると言えば it's worth going to the restaurant という意味になります。彼の行動は尊敬に値すると言うと His actions are worth respecting となります。Blank に値する means something has the same value as what's inserted in the blank. The kanji means value, so the whole phrase means it's worth blank. For example, if you said,そのレストランは行くに値する。It means it's worth going to the restaurant. Or you could say, 彼の行動は尊敬に値する。It means his actions are worth respecting. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. Here comes a section for those of you studying English. ここからは英語を学ばれている方用のセクションです。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. 皆さん、こんにちは。Akari's Heart Read Aloud へようこそ。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はホストの Akari です。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。 In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English. So, if you want to improve your listening skills in either language,This podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ分かりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも楽しんでいただければ幸いです。In each episode, the first half is for those of you studying Japanese,And the second half is for friends who are studying English. 前半は日本語を学ばれている方用。後半は英語を学ばれている方用となっております。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa.A paragraph at a time. This way, you can check how accurate your listening was. 前半も後半も、最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか、答え合わせをしてみてください。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode.
For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在、Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. それぞれのエピソードの最後には、出てきた単語や慣用語の説明もあります。You can visit akaritranslations.com and you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akaritranslations.com. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、akaritranslations.com へ行ってみてください。Now, let's get into the fifth episode. I usually write my blog entries in the Keitai format, but this time I wrote it in Jotai. Keitai is a writing style that ends with des or mas, which is polite and formal and used widely in professional settings. Jotai is one that ends with da or de-aru,which is plainer and is often used to jot down your thoughts or feelings. A few days ago, my mom gave me a call. She said there was no particular reason for the call. I just wanted to say hi, she said. It was good timing. So we spoke for about half an hour. We talked about various subjects, and at one point, somehow we stumbled upon a topic, talking to strangers.We agreed that neither of us is afraid of talking to strangers, although I'm an introvert and I love spending time alone. From my parents, especially my mother, I learned to trust people's goodness, regardless of their appearance or social status. When I was about 4 years old, I remember seeing a man with a noticeable scar on his face at the supermarket where my mom and I regularly shopped.We didn't see him every time, but we saw him sometimes. He was probably in his 50s or 60s at the time, and he was always by himself. He would say hi, and we would say hi back to him. I remember my mom carrying on casual conversations with him. I didn't see other people talking to him. Whenever he said hi to us, my mom didn't look bothered or scared.Sometimes he tried to buy me ice cream, and my mom often politely turned down the offer. But occasionally, I got the ice cream, and I remember thanking him and eating it in front of the store before it melted. I remember seeing his eyes were squinting, and he looked happy seeing me eat the ice cream. In high school, I had an eating disorder and crowd phobia, and I barely managed to go to school.But I was able to go to Suga Jazz Dance Studio to take dance classes every night. When I danced, I could breathe deeply. My family lived in an apartment then, located in the central part of the city. This was because my father was an engineer and needed to go to the office immediately during an emergency. Since it was in the middle of town, it happened to be in a red light district.But a safe area. I used to ride my bicycle to the dance studio. A few hundred yards from my house stood one of the high-end-looking businesses on the edge of the red light district. I liked that this business didn't have any obnoxious, flickering neon signs. There was always a man in a suit standing in the front of a closed door to greet their guests. There were two or three men, and they took turns standing outside.I knew what the shop was for, but I didn't want to ignore the doorman's presence. I gave them a quick bow whenever I passed by,
and they lifted their chins toward me or raised their hands as if to say hi. Eventually, our nightly recognition turned into verbal greetings like good evening on the way to a class, and them responding, be careful, meaning of the traffic. When I came home, I said good night, and they replied, good night. I never stopped to talk to them, but we exchanged the pleasantries that my bicycle speed allowed for. They eventually knew I was going to dance class and practicing for Yosakoi, an annual dance festival of my hometown in which the whole town dances. Sometimes their greetings had variations. Good luck tomorrow, for the night before the festival, or, oh good, you're back safely, when I came home later than usual, and so on. We didn't know each other's names. None of us tried to find out. I didn't know how they ended up doing that job, or why they would take the time to greet me. But in the lonely world of torturing myself with food and a scale, they became my night watchers and provided a ray of moonlight into my dark, cold heart, as if to say, we see you. One evening, my mom and I happened to go out together on our bicycles. When we passed in front of the business, we both greeted the doorman. He looked at us and laughed, as if to say, ah, you two are related. Makes sense. My mom and I also looked at each other and said, you've been greeting them too? Then we laughed. At the same time, I was impressed by my mom once again for being their regular greeter. Also, no one was standing there during the daytime, so sometimes I wondered if they really existed. I was happy to know that my mom knew of these souls that appeared nightly too. These are only two examples, but I have many more episodes of my mother making friends with strangers, including outsiders, with whom other people did not seem to want to be associated. From my mother, I learned to look into the luminous place flowing deeply within each of us, and to meet people in that place. Also from my mother, I learned that the world can be a scary place sometimes, but it's worth believing in and showing up. Now you will hear English followed by Japanese. ここからは英語と日本語が交互に続きます。Now, let's get into the fifth episode. I usually write my blog entries in the Keitai format, but this time I wrote it in Jotai. Keitai is a writing style that ends with des or mas, which is polite and formal and used widely in professional settings. Jotai is one that ends with da or de-aru, which is plainer and is often used to jot down your thoughts or feelings. それでは第5回のエピソードの始まりです。いつもは携帯で文を書いていますが、今回は状態で書きました。携帯は this must で終わる文のことです。状態は the であるで終わる文のことです。A few days ago, my mom gave me a call. She said there was no particular reason for the call. I just wanted to say hi.She said. It was good timing. So we spoke for about half an hour. 数日前、母が電話をくれた。特に用事はないのだけど、と言って。タイミングが良かったので、そのまま30分ほど話した。We talked about various subjects, and at one point, somehow we stumbled upon a topic, talking to strangers.We agreed that neither of us is afraid of talking to strangers, although I'm an introvert and I love spending time alone. いろいろなことを話していくうちに、知らない人に話しかけるという話題になった。そして、
二人ともそれについては問題なくできるねと合意した。私は結構内向型で一人の時間が大好きだけれど、出かけた先で知らない人に話しかけることには躊躇しない方だ。From my parents, especially my mother, I learned to trust people's goodness, regardless of their appearance or social status. 両親から、特に母からは、外見や社会的地位に惑わされずに、人々の良心を信じて出会っていくということを学んだ。When I was about 4 years old, I remember seeing a man with a noticeable scar on his face at the supermarket where my mom and I regularly shopped. We didn't see him every time, but we saw him sometimes. He was probably in his 50s or 60s at the time, and he was always by himself. He would say hi, and we would say hi back to him. I remember my mom carrying on casual conversations with him. I didn't see other people talking to him. Whenever he said hi to us, my mom didn't look bothered or scared. Sometimes he tried to buy me ice cream, and my mom often politely turned down the offer. But occasionally, I got the ice cream, and I remember thanking him and eating it in front of the store before it melted. I remember seeing his eyes were squinting, and he looked happy seeing me eat the ice cream. 私が4歳くらいだった時、いつも母と買い物をしていたスーパーで時々会うおじさんがいた。当時50代か60くらいの人で、顔に傷跡があり、ちょっとこわもてなおじさんだった。いつも一人だった。おじさんは挨拶をしてくれて、母は迷惑にも面倒にも思うふりを見せず、おじさんと会話をしていたけれど、おじさんが他の人と話しているところを見たことがなかった。おじさんは時々私にアイスクリームを買ってくれようとしたのだけど、母が丁寧にお断りをした。それでも年に1、2回は買ってもらった覚えがある。溶けないうちにとスーパーの外で食べる私を、おじさんは目を細めて嬉しそうに見ていたのを覚えている。In high school, I had an eating disorder and crowd phobia, and I barely managed to go to school. But I was able to go to Suga Jazz Dance Studio.To take dance classes every night. When I danced, I could breathe deeply. 私は高校生の時は摂食障害があったため、学校には卒業をするために必要な日数を確保するため、かろうじていくという状態であった。でも夜になるとダンスクラスを取るため、スガジャズダンススタジオには毎晩のように通っていた。踊っている時だけちゃんと息ができるような気がした。My family lived in an apartment then, located in the central part of the city. This was because my father was an engineer and needed to go to the office immediately during an emergency. Since it was in the middle of town, it happened to be in a red light district.But a safe area. その頃、私たち家族は町の中心に位置するマンションに住んでいた。エンジニアの父が緊急の際にすぐ出社できるようにという理由から。そして町の中心地はピンク街の近くでもあった。ちなみに治安は良かったですよ。I used to ride my bicycle to the dance studio.A few hundred yards from my house stood one of the high-end looking businesses on the edge of the red light district. I liked that this business didn't have any obnoxious, flickering neon signs. There was always a man in a suit standing in the front of a closed door to greet their guests. There were two or three men, and they took turns standing outside.
ダンススタジオには自転車で通っていた。家から数百メートル離れたところに、ピンク街の端に位置する少し高級感のあるお店があった。このお店は目がチカチカするようなネオンのサインがないという点では好印象だった。閉められたドアの前にはいつも誰かしらスーツ姿のお兄さんがお客様をお出迎えするために立っていた。3人くらいのお兄さんたちが日替わりでいたように覚えている。I knew what the shop was for, but I didn't want to ignore the doorman's presence. I gave them a quick bow whenever I passed by, and they lifted their chins toward me or raised their hands as if to say hi.Eventually, our nightly recognition turned into verbal greetings like good evening on the way to a class, and them responding, be careful, meaning of the traffic. When I came home, I said good night, and they replied, good night. その店がどんな店であれ、そのお兄さんたちを無視する気になれず、通りかかるたびに会釈をしていた。するとお兄さんたちは顎をひょいっと上げてくれたり、片手を上げてくれたりした。そのお互いの存在を認知する作業は、やがて声を通しての挨拶になり、私がダンススタジオに行くときの、こんばんはには、気をつけてなに、帰ってきたときの私のおやすみなさいには、おやすみになっていった。I never stopped to talk to them, but we exchanged the pleasantries that my bicycle speed allowed for. They eventually knew I was going to dance class and practicing for Yosakoi, an annual dance festival of my hometown in which the whole town dances. Sometimes their greetings had variations. Good luck tomorrow!For the night before the festival, or, oh good, you're back safely, when I came home later than usual, and so on. 一度も自転車を止めて話したことはなかったけれど、自転車のスピードが許す限りの最小限の情報を交換した。私がダンスのレッスンのために夜出ていくことをお兄さんたちは知ったし、夏はよさこい祭りの練習をしていることも知った。なのでお兄さんたちの挨拶は時々バリエーションに富むようになった。よさこい祭りの前日には明日頑張れよと言ってくれたし、いつもより遅く帰ってきた時はおお無事帰ってきたなと言ってくれた。 We didn't know each other's namesNone of us tried to find out. I didn't know how they ended up doing that job or why they would take the time to greet me. お互いの名前は知らなかったし、無理に知る必要はないと思った。そのお兄さんたちがどういう経過でその仕事をすることになったのかはわからないし、どうして挨拶してくれるのかもわからなかった。But in the lonely world of torturing myself with food and a scale, they became my night watchers and provided a ray of moonlight into my dark, cold heart, as if to say, We see you. でも、食べ物と体重計で自分を拷問する孤独な日々の中、彼らは私の夜守りとして冷たい心に一筋の光を投げかけてくれる存在だった。まるで俺らはあんたの闇を見守りゆうでとでも言うかのように。 One evening, my mom and I happened to go out together on our bicycles. When we passed in front of the business, we both greeted the doorman. He looked at us and laughed as if to say, Ah, you two are related. Makes sense. ある夜、母と一緒にその店の前を自転車で通りかかることがあった。店の前に来て、母と私は同時に、
こんばんはと言った。すると、そのお兄さんは私たちを見て、この母あって、この娘ありとでも言わんばかりに笑っていた。私たちが親子だったって分かったのだろう。My mom and I also looked at each other and said, You've been greeting them too? Then we laughed. At the same time, I was impressed by my mom once again for being their regular greeter. お母さんも挨拶しとったん。あかりも?と二人で笑った。と同時にお兄さんたちに挨拶をしていた母のことを誇らしく思った。Also, no one was standing there during the daytime, so sometimes I wondered if they really existed. I was happy to know that my mom knew of these souls that appeared nightly too. それに昼間はその店の前には誰もいなくて、あのお兄さんたちは本当に存在するのかなと思うこともあったから、母もあの夜現れる人たちを知っていて嬉しくなった。These are only two examples, but I have many more episodes of my mother making friends with strangers, including outsiders, with whom other people did not seem to want to be associated. これはほんの二つのエピソードだけど、他の方が見て見ぬふりするような方々を含め、知らない人たちと母が打ち解けていく様子を私は多々見て育ってきた。From my mother, I learned to look into the luminous place flowing deeply within each of us, and to meet people in that place. 母からは人々の根底に流れるキラキラしているところを見つめて出会っていくことの大切さを学んだ。Also from my mother, I learned that the world can be a scary place sometimes, but it's worth believing in and showing up. そして、この世界は時には怖いところだけれど、それでもやっぱり美しくて、それを信じて参加するに値するところだということを教えてもらった。Noticeable. The root word is notice, and able is the suffix. Together, it becomes an adjective.Which means likely to be noticed. If you said, Oh, this shirt has a noticeable stain, it means there's a stain that's hard to miss. By adding ly at the end of the word, it becomes an adverb. You could use it like this. The gas price increased noticeably. この言葉のルートワードは notice です。ルートワードとは木の根っこのようにフリルを取り払った後に残る基礎の部分のことです。最後にくっついている able は設備字といって、ルートワードを味付けしてくれています。able は前に来るルートワードができるようになるという意味があります。このルートワードの notice は気づくという意味ですね。なので able がくっつくと、気づけるという意味になります。Oh, this shirt has a noticeable stain といえば、ああ、このシャツはどうしても目につくシミがあるという意味です。最後に ly をつけることで助動詞になり、このように使えます。The gas price increased noticeably. ガソリンの値段がはっきりとわかるほどに上がったという意味です。High end. It means upscaled, sophisticated, rather expensive products or services. It's ranked toward the higher end of options, so it's called high end. You could say,For the first time, I had a meal at the high-end restaurant, and it was amazing. Or, I got myself a high-end camera. I'm going to take lots of photos. これは、
高級で洗練された、どちらかといえば高価な製品やサービスを意味します。上位の方、つまり高い方に位置づけられるので high end と言います。 For the first time I had a meal at the high end restaurant and it was amazing といえば、初めてあの高級レストランで食事をした、素晴らしかったという意味に。 I got myself a high-end camera. I'm going to take lots of photos. といえば、高性能なカメラを買った、写真をいっぱい撮るぞという意味になります。 Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's A-K-A-R-I translations.com. We look forward to seeing you next time. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。